第三帝国は古くからキリスト教神学で来たるべき理想の国家を意味する概念として用いられた。第三の国とも国家社会主義ドイツ労働者等による故障が有名。中世イタリアの思想家フィオーレのヨアキムは世界史を三つの時代に区分した。三時代教説と呼ばれるこの考え方では、まず立法のもとに属人が生きる父の国時代、そして イエス・キリストのもとに聖職者が生きるこの国の時代、そして最後の審判の後に訪れる自由な精神のもとに修道士が生きる精霊の国の時代の3つに分けられると定義した。ここでは第三の国が来たるべき理想の国であるというニュアンスを持つこととなった。フィオーレの弱キムは1260年から永遠の福音の時代になるとした。 作家ヒョードル・ドストエフスキーは西ローマ帝国、東ローマ帝国は信仰が足りないために滅亡したが、聖ロシアは第三のローマ帝国とならなければならないと論じた。ドストエフスキーのこうした思想はドイツのドストエフスキー研究者メラー・ファンデンブルックへ多大な影響を与え、メラー・ファンデンブルックは第三帝国を表した。また、ナチス政権で国民啓蒙、 宣伝大臣を務めたヨーゼフ・ゲッペルスも、ドストエフスキーから深い影響を受けている。ヘンリック・イップセンは1873年の戯曲、皇帝とガリラヤ人において、中世キリスト教文明を、例の帝国、古代ギリシア思想文明を、肉の帝国とし、この二つを合わせ持った、理想国家を、第三の帝国と称した。イップセンによれば、ヘレニズム段階。 キリスト教団会を総合する皇帝ユリアヌスにおいて実現される貴族的人間の第三帝国が出現する。ドイツの劇作家、ナチ党政治家、ディートリ・ヒエッカートは、イプセンの影響を受けた。ロシアの詩人、ディミトリー・メレシュコフスキも同様の意味での第三帝国を施行した。ディートリ・ヒエッカート国家社会主義ドイツ労働者等の 全身ドイツ労働者等の創設者の一人であった劇作家でイプセンの影響を受けたディートリヒ・エッカートは反ユダヤ主義雑誌アウフ・グート・ドイッチュ1919 19年7月号に発表した論文ルターとリシでドイツ民族が第三帝国を実現して救済をもたらすと論じたエッカートはイプセンよりも露骨な反ユダヤ主義を前面に押し出して悪魔のようなユダヤ人が 利子律を作り出したと論じた。エッカートに庇護された弟子がアルフレート・ローゼンベルクやアドルフ・ヒトラーである。メラー・ファンデン、ブルック・ドストエフスキーの第三帝国論に影響を受けたドイツ保守革命の思想家アルトゥール・メラー・ファンデン・ブルックは1923年に表した第三帝国論の中で第一の来非である神聖ローマ帝国と第二の来非である ドイツ帝国の正当性を受け継ぐ第三の来日の創設を唱えた。当時ドイツ人の多く、特に右派は、バイマル共和制を正当な国家とみなしておらず、右派思想家たちは、ドイツ帝国を継承する新たな来日の出現を期待していた。またファンデーンブルックの著書には、民族共同体を破壊する自由主義への権を、政治指導者による独裁、 指導者原理など後のナチズムと共通する部分が多いが、ナチ党自体はファンデン、ブルックの第三帝国とナチ党の第三帝国は無関係であるとしている。メラーの第三帝国の理念は結局のところ神秘的で漠然とした思想であり、メラー自身、こうした第三帝国の曖昧な思想は問題的であると感じていた。彼によれば、この思想は 不思議な雲のごときものであり、全く悲願の存在であった。しかし、現実の彼方のものであっても、やはりそれは一つの現実の思想とならねば、習いとして現状を第三帝国の思想によって克服しようとメラーは訴えている。メラーのこの著作は二つの異なる方向に影響を及ぼした。まず第一には、ナチスが、 第三帝国のスローガンを採用したことによって、この名称が特殊な作用を及ぼし、ついには、この著作の内容とは異なる結果が生じてしまった。ナチ党のイデオローグたちは、メラーの著書が、ナチズムの世界観の発展において、重要な地位を占めることになったことを認めているが、その場合でも信念における一致よりは、むしろ第三帝国のスローガンの民衆に対する、 宣伝効果が重視されていた。いずれにせよ、ナチ党に対するメラー派の同志たちの冷淡な態度から見て、新ナショナリズムの強説を解く彼らが、かなりの点で、ナチズムに共鳴しなかったと結論するのは可能である。第二は、それが民主的、自由主義的諸制度を軽蔑する態度を人々に吹き込んだことである。この影響は、 巧妙に操作された宣伝スローガンの効果とは比較し得ないが、それが当時のナショナリズムの心情を持った知識人の大部分の政治的意思形成に重要な役割を果たしたことは否定し得ない。メラーの第三帝国は青年保守派のいわばバイブルであったからである。千年の歴史を作らんヒトラー相当の対米戦線復刻の大演説ドリタス・ライヒは 神聖ローマ帝国を第一帝国、ビスマルクの帝政ドイツを第二帝国とし、その後を継ぐドイツ民族による三度目の帝国として、国家社会主義ドイツ労働者党統治下のドイツで用いられた。ただし、当時の公式のドイツ国名は、ドイツチャスライヒ、もしくは、グロスドイッチスライヒであった。なお、ライヒとは、ドイツ語で、一支配者が全ての地域を治めている全国と規定され、 ライヒイコール帝国ではない。正確な時期は不明であるが、ナチ党の数ある用語の一つとして、第三帝国は用いられた。例としては、全権委任法成立翌日に発行された、フェルキッシャーベオバハターは、ドイツは目覚めた。偉大な仕事が始まった。第三来避の日が到来したのだ。と書いており、ナチ党の側が、いわゆるナチスドイツ時代を指す用語としても用いられた。 しかし、この故障は、海外の反ナチ運動の風刺に用いられるようになったため、1939年6月13日、相当アドルフ・ヒトラーは、第三帝国の用語を使用しないよう告げた。7月10日には、ヨーゼフ・ゲッペルスも、国民啓蒙、宣伝省において、宣伝の文句として使用するのを控えるよう、通達している。しかし、この措置は徹底されず、 ゲッペルスは以降も自身の演説などで引用したほか、ヒトラー自身も1941年12月17日から18日にかけての談話で今やドイツという時、それは第三帝国以外の何者でもないと語っている。日本においては、茅原火山が維新以前の覇者の帝国と維新以後の反伐官僚の帝国を彫刻する。 民本主義の帝国の出現を唱え、大正2年に第三帝国という評論雑誌を発刊している。ありがとうございます。